キックオフ。明治安田 J2 リーグ愛媛 FC はアウェーでザスパ群馬と対戦しました。前半13分、愛媛は流れるようなパス回しから松田力也シュート、ポストの跳ね返りを深澤、絶妙のコンビネーションで相手ゴールに迫ります。そして前半16分、相手エリア内で細かいパスをつなぎ中央で受けた8番深澤、もう一度深澤の今シーズン初ゴールで愛媛が先制点を奪います。さらに愛媛は後半に入っても連携の取れた攻撃で相手ゴールに迫ります。中央の松田から茂木、後半22分はカウンターから手数をかけずエリア内で茂木がシュート、キーパーが弾いたボールを谷本が狙いすましてシュート、愛媛がいい攻撃を仕掛けましたが最後は相手ゴールキーパー串引きに止められ追加点とはなりませんでした。それでもこのまま1対0で勝利した愛媛 FC、 開幕戦以来3試合ぶりの白星で勝ち点3を手に入れました。チームとしては苦しい状況の中で、こういう勝利につながるゴールを決めれたというところは、素直に嬉しいです。その群馬戦から中3日、水曜日にホームで行われた長崎との第5節、2週間前に行われたルヴァンカップで敗れたリベンジを果たしたいところでしたが、まずは前半4分、佐藤が奪って石浦、そして前線の松田へ。松田は直接シュートを狙いますがこれは枠を捉えきれません。続いて前半10分、フリーキックのこぼれ球を佐藤、これも沈められず。その直後、攻めに人数をかけたところに身体能力の高い長崎のマテウスが外から侵入してシュート、これは辻がナイスセーブでした。先手を取りたい愛媛、今度は左サイド、久保田の突破からクロス、石浦のヘディングは絶妙なタイミングでしたが捉えきれず。逆に前半27分、このクロスをマテウス・ジェズス、すごいゴール。ルヴァンカップでも愛媛から2点を決めた選手にまたもや。いやしかしこれはスペシャルな相手を褒めるしかない失点、長崎に先制を許してしまいます。取り返した愛媛は32分、茂木が中央に供給、そこに松田力、頭で合わせますがこれも決まらず。後半14分には右から仕掛けた久保田がクロス、そこに松田、これも決めきれず。すると後半26分、中央で奪われるとこの位置からフアンマ・デルガド、またもやスペシャルなシュートを決められ、これで2点差。長崎の強力な個の力で厳しい展開に。それでもチャンスは作り続けた愛媛、後半30分、中央で受けた山口が持ち上がって右の久保田へ。久保田のクロスを途中出場ベンダンカン、ベンダンカンの今シーズン初ゴールで1点差に。しかし反撃はここまで、連勝はならず、長崎に再びの敗戦。何度もチャンスは作り互角以上の戦いは見せられていただけに、見事なシュート2本に沈んだ少しもったいないとすら感じる敗戦。 J2 の舞台でも十分やれるのははっきり見えました。あとは結果がついてくればチームは一気に上昇気流に乗れるはず。さあ次です、次。 J2 の順位表です。愛媛 FC は勝ち点6の14位となっています。代わってこちらもいよいよ2024シーズンスタートです。女子サッカーなでしこリーグ1部、愛媛 FC レディースは3月17日ホームで開幕戦を迎えました。
相手は昨シーズンリーグ準優勝の強豪ラブリッジ名古屋。序盤は自分たちのリズムが作れず防戦一方だった愛媛、前半18分にフリーキックから先制点を許してしまいます。前半終了間際にはようやく攻撃シーンも見え始め、後半に入ると名古屋陣内でボールを持つ時間も多くなりますが、ゴールネットを揺らすところまではいけません。後半11分、昨年の新人賞を獲得した愛媛 FC レディースのエース田子夏実がシュートを放つも、相手ゴールキーパーにキャッチされます。さらに後半24分、右サイド丸山からのクロスに桜井、そして久保田と惜しいシーンが続きますが、同点弾とはならず。後半25分に追加点を決められ0対2。今シーズンから指揮を取る望月新監督に初白星のプレゼントは叶いませんでした。愛媛 FC レディース、次節はアウェーで日体大 SMG 横浜と対戦します。この後12時キックオフ。試合の模様はなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで配信予定です。まずは FC 今治トップチーム第4節から。この日はニュースターが誕生しました。前半15分、近藤から初先発の横山、うまい、そして速い、シュート。高卒ルーキー横山由芽紀、初先発初ゴール、ニューヒーローの誕生です。さらに試合終了間際に PK を獲得、ビニッシウスがきっちり決めます。エースと新ストライカーが得点し、しかも無失点、文句なしの試合内容で無傷の4連勝、暫定ですが首位に立ちました。そして水曜日に行われた第5節はホームで岐阜と対戦。このまま連勝街道を突っ走るかと思われましたが、前半7分、今シーズン初めて先に点を取られてしまいます。さらに5分後、右サイドからマイナスのパスを合わされて、前半でまさかの2失点。それでも後半山田を入れて、ミカド・アンジェロッティを入れて活性化を図ります。するとミカドからビニシウス、攻撃のチャンスは確実に増えてきましたが、最後まで崩しきることができず0対2。連勝は4でストップですが、暫定首位はキープです。代わっては FC 今治レディース、初めてのなでしこリーグ2部、その開幕戦に挑みました。ホーム今治里山スタジアムでの第1節、ファンサポーターもこの日を待っていましたが、緊張感からか動きの硬い FC 今治レディース。そんな中、前半12分、抜け出したのはエースの森関沙、記念すべき最初のシュートを打ちます。少ないチャンスの中で、今度は17歳現役高校生鈴鹿亜希、ただ相手は昨年1部にいた強豪チームだけに、なかなか攻め入ることができません。0対0のまま後半へ。ここもディフェンスラインの裏を突く攻撃がつながらず。そして後半18分、
一瞬の隙を突かれ失点。決定機を作りましたが、この1点が重くのしかかり、開幕戦を勝利で飾ることはできませんでした。しかし長いシーズンは始まったばかり。サポーターに感謝を伝える選手たちは下を向いていません。もっともっと知ってもらうためには、こう頑張ってる姿、戦う姿勢っていうのをもっと見せて、こう応援してもらえるような選手チームになっていかないといけないなというふうに思います。次節の予定です。ご覧のようになっています。